どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は弓2種を使い分けて感じた各ルールの強みと弱点となります。僕自身トライストリンガーを使い込もうとした時、1種類だけでは難しいなと感じるシーンが増えてきました。そこで性能的に真逆に近いラクト450を使ってみると、ストリンガーにはない強みが発見できました。その視点をもとにそれぞれの強みと弱点をまとめていきたいと思います。今回の話をまとめるにあたって、トライストリンガーとラクトの基本的な運用方法から話していきたいと思います。この後各ルールの使用感を個人的な意見としてまとめていきますので、参考程度に見てもらえると嬉しいです。チャンネルを応援してくれる方は、よければチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず最初に武器の特徴を押さえていきたいと思います。性能面を知っておくと戦略の幅が広がってきますからね。では早速性能面を見ていきたいと思います。トライストリンガーのメインに関してはフルチャ、一角ですね。射程はスクチャと同等にできると。無理はそこそこです。サブに関してはクリアリングとしての活用ができるというのと、強制的に相手を引かせることができると。スペシャルに関しては発動中もメインとサブが活用できる。あとは強制的にその場から引かすことができると。貫通による無限射程、ロックオンは距離制限がある、この射程は無限となっています。大まかトライストリンガーはこんな感じかなと思います。ではラクト、メインはフルチャなら当たれば一角が取れる。射程はプライムほどの距離。無理は武器性能トップレベル。サブは機動力、邪魔、閉じ取りと幅広く使えることが可能。角度を使えば効率よく塗ることもできます。スペシャルは発動後の動きが重いため安全確保が必要。強制的にその場から動かすことができる。タク的による味方との連携が可能。ロックオン射程ともに距離が無限となってます。さてこの2つを比較していきたいと思うんですが、その前にベース運用の再確認ですね。トライストリンガーに関しては一言で言うとメインを使って敵を押さえつける武器というようなイメージかと思います。でチャージャーとは違って局射で壁裏にも攻撃が可能なので、遮蔽物裏にいる敵をクリアリングとか攻撃ができるというところが強みですね。で射程も長いため味方のカバーにも回りやすいのがとても魅力的です。味方の後ろからサポートするとキルも取りやすいというところがありますので、サブでクリアリングするということの連携もできます。スペシャルによって味方への攻撃のタイミングも教えやすいというのもありますので、強制的に相手を動かすこともできる。また発動中も攻撃が可能なので攻撃の圧は高めというような気はします。短所としては自らの攻撃によって相手を押し込むということが難しいっていうのがあります。攻撃の合図にはなるんだけど押し込むっていうのは違うということですね。他の武器のように前に押し込むことができないので防衛からカウンターを狙う動きが多い。また接近戦になると極端に扱いが難しいので近づかれると何もできなくなってしまうというところありますね。ではラクトです。ベースとなる運用方法は一言で言うと塗りで敵を翻弄する武器かと思います。メインでの攻撃は厳しいところは皆さん分かっていると思いますので、塗りによる貢献ですね、こちらが重要となります。スペシャルを起点に味方と連携する。あとはカーリングも相性がいいです。メイン自体はとても弱いというわけではないので積極的に一角を狙っていくことが可能だと思います。ここは重要ですね。一角が狙えるかどうかが大事だと思います。局射で壁裏や高台でも攻撃は十分届きますので連動がかなり出てくるんじゃないかなというところです。カーリング棒による敵への牽制や塗りの確保がしやすいのも特徴ですね。ため投げでもキルが狙えるのでメインと合わせればかなり強力かと個人的には思います。短所としてはメインを与えることさえできれば強力なんですが、エイム精度が求められるのでここが一番きついように感じます。スペシャルはどこでも発動可能なんですが、メインとサブの射程を考えると前線から下がったりする必要がありますので、この射程感覚が難しいなというところがあります。詰めすぎてもきついし下がりすぎてもきついという一面があると思います。スペシャルドのキルを狙いすぎると全くキルが稼げないので、メインとサブをうまく使う連動が必要というところです。
まあ、こういう感じですね。射程の圧力とカバー重視なのがトライストリンガー、塗りによる盤面荒らしとキルに特化したのがラクトという感じかと思います。長くなりましたが、それぞれ特化したものがあり、使い分けがしやすい性能ですね。それでは次に行きたいと思います。それでは基本性能も確認できたので、次はバンカラマッチ率での強みと弱点を見ていきたいと思います。まずはエリアから見ていきたいと思います。エリアに関してはラクトが使いやすかったと思います。理由としてはエリアのキープ力の高さですね。ただし前線に上がらず丸みさだけを使うようならストリンガーの方が強いと個人的には思います。ではそれぞれの強みと弱点を細かく話していきたいと思います。まずはストリンガーから。強みとしてはエリアに近づく相手に牽制ができるのがとても強いと思います。中長射程武器に対して邪魔をするのは非常に強力なので、抑えとして扱いやすいと思います。エリア確保後の敵を安全圏から射程で押さえつけるというので時間稼ぎもしやすいのも特徴ですね。弱点に関しては、本作は敵が思ったよりも自陣に侵入ができるというところがありますので、自陣に押し込まれると何もできないことが多いように感じます。マヒマヒとかがいい例ですね。塗りが強いとは言われるんですが、実際にはシューターには勝てないし的になってしまうことが多いので、まあ、ルール関与がしづらいという面がちょっと辛いような気がします。悪くはないんだけど、いかに強みを押し付けれるかがエリアでは重要な気がします。ではラクトです。強みとしてはメインの塗り性能が良すぎてエリアのキープがしやすいというのが一番です。さらにカーリングボムをうまく使えばエリアの邪魔ができますし、塗りも行いやすくなります。ナメロウとか、あの反射がしやすい場所はカーリングボムも活躍しますね。敵陣も塗れるのでメインの位置角と合わせてキルが取れればエリアキープで押し通せるのが非常に強いと思います。弱点としては、正直エリア付近から下がりすぎるというのがきついなという印象でした。塗ってなんぼの武器なので後ろにいると役に立たないような気がします。実際やることとしては塗りと丸みさを打つっていう風2つのパターンしかなくなりますからね。でエリアキープしつつエリアが前を取れないと常に塗りを強制されるので、それが辛いなというところでした。ただ塗っているだけというところですね。メインの塗り性能を生かすならがっつり前に出る実力はかなり必要かなと思います。では続いてヤグラに行きたいと思います。ヤグラに関してはトライストリンガーがいいかと思います。理由は防衛に特化したメインとスペシャルが相性が良く使い勝手が良かったからです。ではそれぞれ見ていきたいと思います。トライストリンガーの強みからいきます。先ほど言ったようにメインとスペシャルがヤグラにマッチしているところかと思います。メインの爆発矢をうまく当てることができれば2発で相手を倒すことができます。またスペシャルを使えば確実に邪魔ができるのも扱いやすくていいところかと思います。弱点としては守りは強いんですが攻めがいまいちというところです。矢倉に乗って近づく敵を倒すというのが基本なんですが、自分で攻撃の起点を作れるかというとかなり厳しい気がしますね。矢倉の前を取れるように味方との連携ができないと終始防衛で自利品になるのが辛かったというところがあります。矢倉意識高めでいきたいところなんですけど、敵を制圧できるかどうかが重要な気がします。ルート先を抑えるのも難しいので味方のカバー力も試されるというところになりますね。続いてはラクトに行きたいと思います。ラクトの強みに関しては、矢倉の周辺の塗りと丸みさによる敵の邪魔がとても強いと思います。また丸みさのロックオンで味方の索敵にもなるので連携は取りやすいという部分が非常にいいかと思います。ただ弱点としてはメインと塗りができれば強いんですが、正直メインで矢倉の上の処理をするのが厳しかったというところですね。特に丸みさは矢倉が進んでいるときは当たらないことが多いので使いどころも難しいように感じます。矢倉上をいつでも邪魔できるトライストリンガーに比べると防衛としてはかなり辛いというような気がしますね。攻めと防衛の切り替えが多い矢倉ではちょっと扱いづらかった印象があります。足場は取れるんですが攻撃と防衛の規定になりきれないという感じでしたね。では続いてはホコバトルです。ガチホコバトルに関してはトライストリンガーがいいと思います。理由はホコ割り性能とメインサブの防衛力の相性です。正直ホコがここまで使いやすいとは思ってなかったです。
ではストリンガーの強みからいきます。メインの射程で矛周辺の敵への攻撃ができるのでとても有効でした。また矛あり性能もあるので射程を維持しながら味方の矛あり状況に合わせれるのも良かったと思います。防衛時にもポイズンとメガホンで高確率で矛持ちを抑えれるのが非常に強力で相性の良さを感じました。弱点としてはやはり押し込みに非常に弱いという点ですね。特に矛の場合は相手がルートの確保でガンガン攻めてくるのでその対処ができないと防衛すらできないことが多かったのが辛かったです。いかに矛周辺の処理ができるかどうかに左右される気がします。チャンス時は率先して持てば前衛の味方を活かせることが多かったのでそのあたりも意識することが重要かと思います。では続いてラクトの強みに行きたいと思います。マルチミサイルによる敵の妨害とカーリングボムのルート作りが非常に良かったです。ガチ矛自体を持つかどうかというところ次第にもよりますがここを運ぶ前にこの2つを使うだけでも動きやすさは変わるのでとても楽しかったです。弱点としては妨害がトライストリンガーに比べると弱いという点でした。トライストリンガー自体と比べると足止めというのができないのでしっかり処理ができないと素通りされるということが多々ありました。やはりメインのエイムが必要になってくるところですね。また事前に止めるにも手に耐える部分が大きいのでこの部分っていうのが意外と辛いですね。外したら終わりっていうところです。どうしてもメインで対処しないといけないシーンっていうのがあったりしたのでワンミスが響きやすかったような気がしますね。で単射程に近いので、まあ、デスが重なるとスペも使いづらいというのでとても大変でした。続いてはアサリです。アサリに関しては両方使いやすかったです。正直どちらでもいいんじゃないかなと思います。ストリンガーは防衛からのカウンター、ラクトは丸ミサとカーリングでシュートチャンスをつけれるといったところです。では強みに行きたいと思います。ストリンガーの強みですがまずゴール前から相手に対して牽制がしやすいというところですね。これは攻めも防衛も一緒です。あとはポイズンによって足止めができるという部分がとてもいいと思います。シュートチャンスを潰せるので非常に扱いやすいんですよね。あとは後衛としてガチャアサリを持って味方のスペシャルの増加の貢献ができるという部分が非常に良かったです。やっぱ射程があるとそれだけ安全圏から味方の応援ができるので、ね、そこはいいと思います。で弱点についてなんですがシュートチャンスを作るためのきっかけ、あとは攻撃の起点になれないのでなんか防衛に偏りやすいっていうのがとても気になったところです。まあ、ストリンガー使って守りきれれば問題はないんですが相手のスペシャルの溜まりやすさを考えると処理力が試されるので処理しきれないとなるとアサリは非常に使い勝手が悪いんじゃないかなと思います。いかに処理の速さですね、相手を近づけさせないっていうのが重要な気がします。では続いてラクトなんですがラクトの強みですね、バルミサによる攻撃の起点を作れることが強いと思います。まあ、シュートチャンスを作れる、攻撃チャンスを作れるというところですね。あとはカーリングボムによって無理やりルートを作れるのでいざという時にシュートを決めれるのもいいかと思います。結構攻めのスタイルがいいのではないかと思います。ただ弱点としては防衛時に射程やサブの速攻性に欠ける部分があるため押し込まれると対応が難しかったというところですね。丸みさがあれば軸を狙えますがそれだと敵次第なところがありますのでメインでさばけないときついというところでした。まあ、どっちにしろメインが最低限必要というところですね。でどちらとも偏ったスタイルではあるんですがやることがはっきりしているのでアサリのマップに合わせるというのが非常にいいかと思います。さて各ルールについて使用化をまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。意外とストリンガーがどのルールでも使えそうですがエリエに関してはダントツでラクトの方が安定するように感じます。もちろんどちらもメインをしっかり使える前提なのでサブスペだけで判断しない方が良さそうな気がします。それにしてもどちらも押し込まれると辛いのは変わらないのが面白いところでしたね。では次行きましょう。ここまでストリンガーとラフトを使い分ける前提の話をしてきましたがもちろんメリットとデメリットもあります。まずはメリット。メリットとしてはマップとルールの組み合わせに対応ができるという点かと思います。まあ、これは非常に大事なことかと思いますがルール別で得意不得意はあると思いますがマップが組み合わさると適性はガラッと変わってくると思います。これがトライストリンガー1本だと勝率は下がりますが
それを武器の変更によって抑えれるということが可能になるわけですね。勝率を少しでも上げれるのはかなり大事なことなので、非常にメリットになるかと思います。続いてはデメリットです。デメリットとしては時間がかかるという点ですね。正直メインの射程差があるということは、それだけ武器自体の連動も必要になります。スペサブ自体も全く違うものなので扱い方が変わるんですよね。なので立ち回りも大きく変わるというところで、このすり合わせが非常に難しいというところがあります。まあ、これが思ったよりも大変なことなので、慣れなければマップとの相性とか関係なくなります。慣れなければきついと思います。まあ、使い分けに関しては正直無理のない範囲でするのがいいかと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。今回は弓二種を使い分けて感じた各ルールの強みと弱点ということで、いかがでしたでしょうか。武器の使い分けは人によって辛い部分かもしれないですね。特にこの武器はメインキルができてこそ力を発揮すると思ってます。メインが使えればさらにサブスペで特徴が伸ばせますからね。2種類の弓を使い分けて改めて良さを体験してもいいのではと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。